さあ始めよう。みんなあずさに言われた通り用意してきたか？ああバッチリだぜ。俺はまじないの類はあんま信じねえけどよ。こうやって4人揃うのが残り少ないって思うとさ。ちょっとトッシー、二度と会えないみたいな言い方やめてよ。せっかく嫁がみんなの思い出とこれからを大切にしましょうって考えてくれたんだから。まあまあラン落ち着いて。メンズ諸君にはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、そういう思い出の方が案外忘れないものよ。さすが、ま、私は嫁と転校先でもラブラブ生活だけどな。いいな、セントクルスって名門女子校だよな。そう、はい、そうだよ。見直すといいぞ。あずさはともかく、ランまでミッション系お嬢様学校ってのがどうにもな。幼稚園の方が違和感ないぜ。マリア様じゃなくてマニア様の方が見てそうだ。年久と健太郎は転校先決まっているの？俺は遠くの町まで通えないし、家を継ぐんじゃね。ま、進学か就職か決心するいいきっかけだってさ。将来のことを考えて。すごいね、年久は。うん、この村に残るのは俺だけか。もうすぐみんなと会えなくなるのはやっぱ寂しいぜ。年久、俺もいる。え、そうなの？お前白檀への転校が決まったって噂聞いたぜ。いや、それはやめたんだ。この村を離れたくなくてな。あ、いや、別に村を出て都会へ行くのがいい悪いじゃなくて、俺個人の感情なんだけど。私だって、本当は都会になんて行きたくなかったわ。みんなとの思い出が詰まったこの村は、何者にも変えがたい。故郷だもん。そうだぜ。どこにいたって俺たちはつながってんだ。あずさ、そのために今日おまじないってのをするんだろ。うん、みんな持ってきた布を出して。ほらランも起きて。ラン、ランちゃん。やめー、うっとりして気絶って。ほんとランってアズサのこと好きなんだな。なんだその両手ピース。ランが起きたら始めようか。アズサ、やり方の説明を頼む。高校2年の夏直前、突如聞かされた菅谷高等学校廃校のニュース。生徒の数が少ない田舎の学校にはよくある話だ。しかし降って湧いたような突然の別れに納得がいくわけがない。
いつも明るくてノリのいい友達後藤俊久も、今まで見たことがないような悔しさと諦めの入り混じった表情を見せていた。この夏が終わる頃にはもうみんな別の場所へ行ってしまう。一緒に過ごした大切なこの場所を、絆を心から大切にしたいと願った。そんな中、幼なじみで4人のまとめ役でもある高井あずさの提案により、生涯不の約束というものを行うことにした。横島な感情、そして悪い運気をすべて布に込めて流してしまおうというまじないらしい。一部の女子の間では割と流行ってたらしいが、俺も俊久も今一つ実感が湧かなかった。そんな時、とびきりにぎやかな小林蘭が目を覚ました。あずさを嫁と呼んで、いつもそばを離れない。だが傍から見ていると、この二人どちらかといえば夫婦というよりは母と娘だ。素直に行動できる蘭の性格を時々羨ましく思うこともある。さ、布を一つにつないで。ちゃんと名前書いてきたわね。嫁といつまでもいられるように大きく書いた。あまりはっきり言うと効果が薄れるって言うわよ。でもさ、私知ってるの。幸せの幸子さんっていう、これとそっくりなおまじないがあるの。そうなのか。友達が離れ離れにならないようにするってのに特化したおまじないだけど、こっちはそれだけじゃなくて、悪いもんを全部流すんだろ。一緒に俺たちの名前も流すのって変じゃねえか。祈りを乗せた聖外符が悪いものを流してくれるから、川も浄化されてきれいになるということかもしれないな。その中心部で結ばれた絆はきっと強い。うわ、マスクの光もびっくりだ。どっちだろうな。さあみんな、せーので川に流すわよ。私たちいつまでも。お、いつまでも一緒だ。May our friendship last forever. 川の水は緩やかに流れる。俺たちもこんな風に生きられたら、きっと。岸沼君。私怖いよ。みんなどこに行ったの？持田くん、私を助けて。絶対に諦めるなんて、いつもみたいに元気つけてよ。私はここよ。篠崎あゆみはここにいるわ。分かったから、サトシにもきっと会えるって。どうしてそんなことが分かるの？
あ、いや、なんとなくだよ。いい加減なこと言わないで。こいつはきつい物言いが多いが、心の底では誰に対しても思いやりを持っている人間なんだ。こんな俺にすら。それがこの1時間ぐらい前から完全に消えてしまっていた。またか。おい、大丈夫か。しっかりしろよ、篠崎。あんたじゃない、町田君を呼べ。次の方どうぞ。何言ってっかわかんねえよ。My precious lord, give her the light of merciful purgation from Shins. Release the seal! し、篠崎、大丈夫か？危ないところだったわ。この辺りはいつの間にか心の中に潜り込む太刀の悪い悪霊が多いの。悪霊が？なるほど、それで篠崎の様子が。よくわからないけど、助けてくれたの？ありがとう。あなたもここに迷い込んだんですか？迷い込んだというか、飛ばされてきたというか、おそらくあなたたちと同じよ。そうなのか。俺たちは幸せの幸子さんってまじないでここに飛ばされて。幸子さん？おまじない？似たようなやつが全国にあるってことね。あ、自己紹介がまだだったわね。私は高井あずさ、セントクルス女学院の2年生。わあ、同学年なんですね。私は如月学園の篠崎あゆみ、こっちはクラスメートの岸沼よしきだ。いきなり情けないとこ見せちまったな、すまね。岸沼？あなた、彼女のナイトならちゃんとお守りしなきゃ恥だよ。岸って名字に名前負けしてるわ。
ナイト君。え？な、何言ってんだよ。最初から そのつもりだ。つーか、岸辺の岸に沼地の沼で岸沼だ。ナイトなんて恥ずかしい呼び方やめろ。ちょっと、やっと悪霊以外の人と会えたのに、余計なことで争わないで。だと？はいはいはい、喧嘩しないの。あ、ごめんなさい。高井さんってこんなとこでもしっかりしてますね。すごいです。同学年なんだから敬語はいらないわ。私のこともあーちゃんとか気軽に呼んでね。うん、よろしくね、あーちゃん。ふん、女ってのはすぐ慣れ合うよな。俺は適当に呼ばせてもらうぜ。いいわよ、よろしく、あゆみちゃんにナイトくん。はあ？だからその呼び方やめろって言ってんだろ。何言ってんのよ、さっき言いそうになってたじゃない。彼女を守るナイトになりたいんでしょ。マリア様じゃなくてもすぐお見通し。この女やりづれな、なんだよ。だって岸沼くんとすぐ仲良しになれる女の子なんてかなりレアじゃない？とってもいい感じだわ。お似合いよ。ズガーン。あっちゃ、愛しの子は相当な天然さん。ところで、あーちゃんのそれ十字架のやつかわいい。ありがとう。でも未だに驚いているわ、霊を鎮める力があるなんてね。そうなのか？俺はてっきり女子高生霊能探偵みたいなノリでやり慣れたことだとばかり。何それ、魔法とかおまじないの類と一緒で、こういう力は信じるっていう思いの強さが重要なのかもね。あら、あゆみちゃんの持ってるのは、うん、あーちゃんみたいにすごいことはできないけど、一応呉服と聖水は持ち歩いているの。十分よ、それですぐに襲われなかったのかも。はあ？さっき霊に取り憑かれていたろ。役に立ってんのかよ、本当に。もうナイト君、こういう時にこそこの私が全てを守る盾になりましょうとか気の利いたこと言えないの？言えるか。それによ、すでに守れなかったわけだし。大丈夫よ、これからちゃんとナイト君があゆみちゃんを守るの。絶対に諦めちゃダメなんだから。諦めない？そうよ、持田君もそう言ってたじゃない。あ、持田君っていうのはクラスメートの男の子で、いつもはぼんやりしてるけど本当はとっても頼りがいがあって素敵なのよ。ね、岸沼くん。お、おう、
田サトシかよ。ほうほう、ライバルまで兄弟なのね。ライト君、頑張っ。あーちゃんたちもおまじない失敗したの？まさか。きちんと完璧に成功したわよ。私のやることだよ。かっこいい。そのせいでこんなところに閉じ込められてちゃはめられたとしか言いようがないけどな。それにしても不気味なところね。気持ち悪いったらないわ。はい、この学校の至るところにその遺体があって。これだけたくさん転がってりゃ嫌でも見慣れてくるさ。とにかく俺たち以外で生きてる奴に会えて少し安心したぜ。そうね、二人でずっと不安だったもの。で、その遺体の近くにいつも遺留品っていうのかしら、何かを必ず発見するの。壁に何か書いてあったり、紙切れが落ちてたり、大抵がメッセージの類だな。こんなところに閉じ込められたんだから不安で苦しくて辛かったんだろうね。私もいくつか見つけたわ。これなんだけど。これは？学生証？ね、一緒に飛ばされた友達のものよ。それがあるってことまさか。ううん、持ち主の亡骸は近くになかったの。だからって生きてることが分かったわけじゃないけれど。みんな必ずこの学校のどこかにいるって私は信じているわ。そうか、早く会えるといいな。ん？篠崎？どうした？おい！大丈夫か？あゆみちゃん。ごめんなさい。もう平気。この学生証を持った時に息が上がって、それで。見えたの？どういうことだ、篠崎。見えた？まさか。
うひゃっ。やっぱり、あゆみちゃん、あなたの霊力、かなりのものよ。十字架が光ってる？おい、篠崎！あーちゃん、多分私、今あーちゃんと同じことを考えてる。そうね、これは。残留思念洞察能力、サイコメトリー。奈穂さんのサイトに載っていたわ。死者生者問わず、心ある者の思念は強力なエネルギーを放っている。その思いが強ければ強いほど、触れていたものや空間そのものに染み込んで残っていることが多いの。その思念を読み取る能力をサイコメトリーと呼ぶんだけれど、なぜあゆみちゃんが今それに覚醒したのかしらね。感受性が強いから、一時的なものなのかもしれないわね。映っていたのは小さい女の子、明るくて楽しそうだった。それとあーちゃんがいたわ。いい感じよ。学生証の持ち主は小林蘭。もし今一人どこかで泣いているのかと思うと胸が痛むわ。同じクラスの子なの？いいえ、でも前の学校から一緒に転校してきた友達なのよ。篠崎、ちょっとその学生証を見せてくれよ。うわあ、本当だ。確かに小林蘭って名前だ。声出さないで、びっくりするじゃない。これ…うわ、なるほど、すごい数だね。ランちゃんと一緒にあーちゃんが見えたのはこのせいか。熱心でしょ。ちょっと行き過ぎちゃうこともあるけど、素直で優しい子なの、私の友達。おう探しましょう。他にも手がかりがきっとあるはず。一緒に探してくれるの？今さら何言ってるの？当たり前じゃない。ね、岸沼くん。おう。もう、さっきから、おうしか言ってないじゃない。やる気出してよね。おい！二人とも、ありがとう、サンキュ。さあ、探索を始めましょう。岸沼くん大丈夫？なんかリアクションが変だよ。
からおかしいんだ。俺を動かしている存在がいて、そいつから得体の知れない悪意を感じるようなさ。変なこと言うね。なんだろう、悪意っつうか愛情を感じながらもいじめられているような。まだ行かないの？行きます！カビ臭い部屋だな。マスク欲しいね。喉がイガイガする。なるべく鼻で呼吸して、息を大量に吸い込まないようにしましょう。さ、調べるわよ。なんだこれ。これだけ古い建物なら当然よね。怖くないの、あーちゃん。見慣れてるから。おい、何かの残骸があるけど、篠崎、残留思念だっけ？読めるか？このカビみたいなやつを？嫌よ。だよな。何も感じないわ。これはパンか何かね。スルーしましょう。やることねえな。篠崎。空気が重いと思ったら、あれが元凶ね。中で何か
動いているのかしら。この気配は人じゃない何かだと思う。俺にだってやべえってわかるさ。なんか青い光漏れてるし。危険だわ、離れましょう。包帯？まだ新しいわね。中島さん、よかった、無事みたい。足を引きずって歩いて、怪我してるんだ。そうか、これは中島さんの残留思念。おい、篠崎、どうした？何か見えるのか？ちょっと待って、今、大事な。中島さん、ここで足の包帯を取り替えて、辛そう。どこへ行くの？すぐ追いかけるからね。サトシ、今サトシの声が聞こえたわ。近くにいる。いた、サトシ、やっと会えた。篠崎、なんで捨てちまうんだ？何か見えたの？随分と真剣な表情だったけど。友達が、ね、苦しんでた。ひどいことをする悪霊が許せない。友達って、鈴本か誰かか？岸沼くんの知らない人よ。あ、そうなの？さあ、行きましょう。つか、包帯、あれ捨てちまっていいのか？汚いから捨てていきましょう。汚い。あれは？どうした？おまじないに使った布よ。友達のものだわ。本当に？どこ？あの、
暗がりのあたりに。おい、待て！いるわ、そこに。ケンタロウ、トシヒサ。ナイト君？バカ野郎！足元を見ろ！危なかったわ。あーちゃん、こっちから回れば取れそうよ。ありがとう。前の方に気取られすぎだろ。足元も見ろって。意外と危なっかしいんだな、お前。その恥ずかしいわ。ああ、何がだよ。感じ。でもありがとうね。篠崎？その、待て、誤解だ。俺は。ほーんと仲良しよね。お似合いだわ。でもスキンシップは私の見えないところでやってね。ギャー！誤解崩壊大失敗！これよ、落ちていた布。間違いないわ、私の友達のものよ。名前はかすれて読めないけれど。あゆみちゃん、何かわかりそう？うん、ダメ。大きな声で誰かが怒鳴っている感じがするけど、名前やどんな人かまではわからないわ。あの篠崎。でもこの布があーちゃんの仲間が持ってたものなら手がかりになるかも。私持っておくね。そうね、近くにいるかもしれない。探しましょう。なあ篠崎、誤解。行くわよ。何やってんだ！やめろ！あーちゃん！
ダメ！目を合わせないで！二人とも！大丈夫。かわいそうに。あーちゃん！ダメ！お前成仏したってことなの？いいえ、どこかへ遊びに行っちゃったわ。悲しい場所ね、ここは。あんな小さな子までどこにも行けずに霊となってとどまっている。本当に元の世界に帰ることなんてできるのかしら。はあ、二人ともこれを見て。どうしたの？これランがおまじないの時に使った布よ。聖外符って言うんだけどね。名前が書いてある。本当だ、小林蘭。かすれているけど、うっすら読めるな。あゆみちゃん、思念読めるかしら。やってみる。どうだ。近くにいるかも。行きましょう。手がかりもいろいろ手に入ったし、廊下の先に進んでみるか。そうね、行こう、あーちゃん。ええ。誰かいるぞ。落ち着いて、生存者かもしれない。と一緒に飛ばされたっていう。ひどい、こんな幼い子まで。篠崎、よ
く見ろ。同じ制服着てるじゃないか。もしかしなくても同い年くらいだろう。こら、聞こえてるぞ。見た目で子供扱いするな。あわわ、ごめんね。よかった。いつものランだ。こんなに目を晴らして…あーちゃん、どうした？ひでな…何？ああ！篠崎、見るな！その人、死んでるの？怖かった。よいきなり黒いモヤモヤが来て、剣棒が飲み込まれて。わかったわ。それ以上言わなくていいから。ケンタロウ、こんなことってせっかく会えたのに。ケンタロウってまさかさっき言ってた。そんな、何でも出てくるんだな、そのカバン。そうね、もっと年相応の女の子らしいものが出てくればいいのに。
悪い。空気読めてなかったか。気にしないで。明るく元気づけてくれようとしてるんだよね、ナイト君。ケンタロウ、生きてたら二人と仲良くなってたかも。あーちゃん。ねえ、夢？ケンボウ、これを夢に。約束守れなくて、ごめんって。またその布、やっぱりそれも？ええ、私たちが行ったおまじない、聖外府の約束で使ったものよ。ケンタロウもずっと持ってたのね。約束守れなくてごめんか。バカね、どこまで律儀なのよ。離れ離れになったって、たとえ死んだって私たちは一緒よ。聖外府に誓った約束は私が守るから、安心して休んで。あれがケンタロウくんの布なら、私が預かっているのは、トシッサくんの布ってことか。そうみたい。聖水に反応した。それとも、見ろ、壁に。あーちゃんだ。これも残留思念か。今度は俺にもはっきり見えるぞ。不思議ね、私の力というより、この聖外府が意志を持って見せつけている印象だわ。川？あ、これおまじないをした時の。さあみんな、せーので川に流すわよ。私たち、いつまでも
おう、いつまでも。一緒だ。せーの。さあみんな、目をつぶって祈るのよ。ずっと一緒に、一緒にいられますようにって。おう、わかった。なあ、手つなごうぜ。いいわね、そうしましょ。ラン、お前は手届くか？うん、この後に及んで子供扱いたい、許せんな、トシ。ラン、ちゃんと握っているぞ。うん、剣棒は優しいな。ほら、早く目をつぶって。布が流れ切っちゃうじゃない。わあ、なんかいいね、素敵。年久ってやつ、バカにしながらもちゃんと手握ってんのな。と、年久らしいわね。ん？なんか無理してんのか？そんなこと。素直じゃねえやつ。それ言う？なんだよ。ナイト君？ああ、ラン、二人はさっき知り合った仲間なの。あゆみちゃんに彼女を守るナイト君。やめろ。俺は岸沼良樹だ。ナイトでもなんでもないからな。あ、見て、みんな目を開けたわ。おまじない終わったのかな。ねえみんな、もう行かない？トシッサ探さなきゃ。なんでだよ、何かの手がかりが映るかもしれねえだろ。でも、その…あ、夢、もしかしてあれをナイト君たちに知られたくない？ん、よし、ちゃんと流れたみたいだな。バッチリ成功。じゃ、帰ろうぜ。腹減った。うん、私もペコペコだぞ。なんなんだ。ざわ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 。いたずらか、まったく水が出せねえべよ。あれ、もしかして
水田用の貯水パイプに詰まったのか。世外婦、え、マジで、うわ、こっちまで音が聞こえてくる。ちょうどうちの便所が詰まった時と似た音が。近くまで行ってみよう。ラン、大丈夫か？完全に詰まってる。うおー、俺たちの未来、俺たちの絆。アジサ、謝りに行こう。レオ、アジサ、ダメよダメよ、絶対ダメ。おまじないは成功したんだから。おい、アズサ。走るのよ、日の沈む方に走れ。ちょ、待てよ。ゲン、ランを頼むわ。追うぞ。わかった、俺が背負う。アズサ、逃げちゃダメだろ。まったく。あーちゃん、そうよ、ひどいもんでしょ。怖くなって逃げちゃったの。言い出しっぺの一番罪のある私が。何がおまじないよ、ずっと一緒によ。嫁、落ち込むな。私なんかすぐ倒れちゃったし、倒れてなかったとしても絶対逃げちゃうと思うし、しょうがないよ。んで、みんなバックレ続けたのか。じゃなくて、ケンタロウか。そうなの？え、お前は？は、その、実は次の日に学校に連絡が来たのだ。布には名前が書いてあっただろ。それで分かっちゃったのさ。ああ、そうだったんだ。それで、名前が一番消えずにはっきり残ってた私が先生に呼ばれたんだけど、ケンタロウが、その、なんだ？俺をからかってた余裕がなくなってきたな。やめなよ、岸沼くん。あーちゃんがかわいそうじゃない。ふっ、悪い悪い。いいの。悪いのは私だもん。で、私たちをかばって、ケンタロウが自分から先生に謝りに行ったの。自分が一人で全部やったんですって。
それからさ、みんなギクシャクしちゃったのさ。剣坊は謹慎で学校来なくなったし、みんな会わなくなっちゃってさ、転校の話まで早まって。私とランはそれからすぐにセントクルスに。そうなの？その後ケンタロウ君とは？ケンタロウには何も言わずに、その自然消滅みたいな。あ、岸沼君。別にそんくれ気に病むことじゃないと思うぜ。そう、ケンタロってやつもお前を守りたくてやったんだ。望み通りになって後悔するわけねえし。ただふんふん、今のお前の顔見なくて幸せだったかもな、こいつ。ん？誰だ！？アズサ、ランから離れろ。トッシー、トッシー、あ、もう一人のお友達、トシヒサ君。見てえだな。離れろ、ランのそばにいちゃダメだ。どういうことよ、トシヒサ。ひどい怪我、今すぐ手当てを。ラン、ダメ、トシはもうおかしくなってるぞ。騙されるな、そいつは危険だ。離れろ、アズサ。何なの、どうしたの、あなたたち。おい、一体何があったんだ。みんな仲良しだったんでしょ。あーちゃん。あーちゃん、わかんないわよ。何でもかんでも私に聞かないでよ。あーちゃん、眩しい。やめろ、みんなやめるんだ。この声、ケンタロウ。
やめろ。やっと手に入れたぞ。誰？あなた、ケンタロウじゃない。この野郎、やめろ！邪魔をするな。おいらん、望みを叶えるなら今だ。今度こそ年下を仕留めろ。後ろから床の穴に落とすなどと不確かな方法ではなくな。嫁とやらに近づく汚い虫、そこにいる年下だ。お前だけ幸せになりたかったんだよな、ラン。ん？やめて。言わな。やめて！ラン。年下の記憶が映し出されてるのか。ラン、嘘でしょ。年下にそんなこと。ねえ。信じられない。ランちゃんが。なんだ。あずさ、お前が一番面白いぞ。役者めが。四国立ち回ってるつもりか。爪が甘すぎる。歯がゆいな。
トシイサくんがいる。あ、本当だ。あ、キスした。本当だ。なんだ、アズタ。嫌なのか。トシさん、ごめん。やっぱりダメだと思う。私たちだけがこんな関係なんて。お前は常に心の拠り所が必要だ。弱い弱い人間だ。そうだろう。見ないで。は？別れてほしい。なんでだよ。もうやめよ。私、みんなと友達でいたいの。アズサ、おい、待ってくれよ。納得がいかねえよ。調子のいいこと。トシヒサからケンタロウに目移りしたお前は、トシヒサと別れもせずにケンタロウに告白して振られたのだ。その翌日だな、この出来事は。この場で正直に言ってしまえ。転校先で全てをやり直そうと思ったのだろう。仲間も過去も全てを捨てて、たった一人でか弱い人間としてな。邪魔よ。ほんと邪魔。私はさ、選ばれし存在なのよ。神の加護のもと、それにふさわしい生き方をするの。誰にも邪魔はさせない。黙って聞いてれば
何よこれ、契約と話が違うじゃない。なんで私までこんなところに閉じ込められてるのよ。さっさと元の世界に返して。契約？あーちゃん、どういうこと？うっさい！篠崎、打ちどころ悪かったのか。おい！愚か、全く人間とは愚かなものだ。何言ってんの？あんただって命を持って遊ぶただの嵐じゃない！クソ悪霊が！そのクソを少しでも信じた私もバカだったわ。クソが、クソ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 。自分だけ幸せになれればそれでいい。貴様のは実にシンプルな欲望だ。まだ誰かとの幸せを望んだだけ。ラン、お前の方が高尚だったからな。私は夢と一緒ならそれ。気持ち悪いんだよ！そして滑稽かつ愉快だ。ではそろそろお別れだ。篠崎歩みと言った。そいつも強い霊能力の素質を秘めている。まだまだ未知数だが、それだ。人思いに全員一度に殺してやるぞ。絶望を感じながら死ね。てめえ！
こんなところで終わるわけには。欲にまみれた肉の塊、それが人間だ。だがこの体を捧げたケンタロウは、こいつは違ったな。貴様らを助ける代わりにと自分の命を投げ出したのだ。剣棒だが、あずさ、お前も知っての通り、私は救いの神ではない。命だけおいしくいただいた。生に執着が強かった分、魂がこびりついていたので体から引き剥がすのに手間取ったがな。おい、貴様、なに余裕かましてやがる。愚かなのはてめえの方だ。何やってんだ。さっきみたいに悪霊を打ち上がれ。お前がもともと持ってた力なんだろ。でもちならそこでよく見てろ。俺が篠崎を守るところで。見てろ篠崎、俺がお前を。守るんだ。
やったのか。無事かよ、お前。名前。え？さっき、名前、初めて呼んでくれた。嬉しい。人って素敵よ。ナイト君は私を守るのね。やめろ、離れろ。そうだぜ、アジサはそういう女なんだよな。お前生きてたのか。剣に乗り換えようとしたのも白蘭高等学校への転校が決まったって噂が立った時だ。俺たちの中で一番成績が優れてるやつだからって。どうせそんなところだろ。分かってたさ。相手は誰でもいいんだろ。みんなが振り返る。ブランドの服を持っていたいだけ。そんな感覚だ。なのに俺はいつか振り向かせられると思って。一番の間抜けは俺か。なあら、こんなやつのどこが良かったんだろうな。あのトシ、近寄るんじゃねえ。ラン、お前さっき俺を突き落としやがったよな。あんな悪霊に乗せられやがって。は叫んじゃねえよ。本当、マジでみんな狂ってやがる。手当てしてやろうか。待てよ。Ah!
篠崎、大丈夫か？千田くん。千田くん、助けに来てくれたの。ちげえよ、サトシじゃなくて残念だったな。でも安心しな、お前のことは俺が。あゆみちゃん。おっ、あっちゃん。早く追いかけたらどうだ？まだ間に合うだろう。どうした？見て！最後まで信じていたんだよな、大切な友達を。お前は守ったぜ、きっと仲間を。あいつらの魂が本当に腐ってしまう、そんな最悪からな。岸沼くん。あずさを救うことができなかったのが悔しいけどよ。すまねえ、健太郎。情けないが、俺は一人の女を守るので精一杯なんだ。ん？何？私の顔に何かついてる？いや、なんでもね。行こうぜ。何よ、変なの。
幸せの幸子さんのアリウがあるって聞いたから泳がせてみたけど、お母さんが持ってた本の方法と元は同じなんだね。まねっこは嫌い。幸せの幸子さん以外は全部幸子が潰しちゃう。笑っちゃう。あずさって女、自分でさっき性外婦の悪霊を聖水で殺したと思ってるんじゃない？幸子が殺したんだから。